ホームオフィシャルホームページをご覧の皆さん、どうもこんにちは、野添和樹です。今年で6回目を迎えるホームですけども、僕もですね1回目からずっと参加をさせていただいておりますけども、やっぱり1年を通して僕たち、まあ出演する側もですね、なんかこう特別なイベントといいますか、ずっとなんかこう1年間ですね、この自分の中で温めてる何かがある、そんな気がするんですけども、文字通りですね、誰もが笑顔になれる場所ということで、もちろんのように皆さん笑顔になっていただくためにですね、僕らも精一杯やっていきたいなと思います。そして僕のステージなんですけども、今回はですね昨年に引き続きまして、バンドスタイルで With レザージャケットとしてですね、演奏したいなと思うんですけども、昨年の12月にですね発売することができましたカメレオンっていうミニアルバムの中にですね、まあ、それに近いような形で皆さんにお届けできたらなと思います。そして皆さんもご存知かと思うんですけども、ホームはチャリティーライブとなっております。観覧は無料なんですけども、それに合わせてですね、東日本大震災と世界の子どもたちにワクチンをという、皆さんからですね募金も募っておりますので、よかったら皆さんの気持ちをちょっとだけ、ご協力いただけたら嬉しいなと思います。本当にですね今年もきっとあったかい一日になると思いますのでね、ぜひ皆さんお昼12時から佐賀市ムツゴロウ広場でですね、開催されますんで、ぜひよかったら最初の方から遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。野添和樹でした。